西之表市でこのほど和牛の質を審査する畜産共進会が開かれました。肉質の向上を目指して毎年開かれているもので、今回は56頭の牛が出場しました。飼育した農家が心配そうに見つめる中、専門家が入念に審査し、生育期間ごとに3つの部に分かれた牛の入賞が決まりました。また子どもたちが描いた牛の絵のコンクールの表彰式もあり、入賞した7人の児童が表彰されました。作品は会場に展示され、訪れた人たちの目を楽しませていました。撮影は種子島の MBC ふるさと特派員西金夫さんでした。